親方くん、缶コーヒーでいいですか。ああ頼むわ、はい、俺その間ちょっと一本電話するわ、はい、忙しいんだよ。出ねえなこいつは、おっせえな。たく、あ、もし俺だよ、ああおめえよ、ワンコールで出ねえってどういうことだ、てめえよ。なんだこいつ、焼き入れんぞこれ。うわうわうわ、たく、おめえあの久米原さんいんだろ、久米原さん、ああ、あ、そうだよ、やべえやつだよ、ああ、お前あの人が出てくるから、お前カンパ10万な。まだそんなことやってんのか。ああ、よろしくな。ああ、てやが。お前まだコーヒー買いってねえのかよ、てめえなら。すいません。た、俺もいろいろあってお前忙しいんだよ。こいついてえ。久米原さん盲腸で入院してたから退院祝い。あ、優しい。あパパ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 。パパパ。あパ。ちょっといいっすか。何、親方くんの塗装屋のこだわりってなんすか。何てめえ、真面目なこと聞いてきてんだってね、バッキャラてめえ。すいません。まああれだな、ダメスケかすれに気をつけて塗るっていうことじゃん。はい、まああとはてめえの家だと思って塗るんだよ。おー、まあ、仕上がり業者としてのプライドで。プライドってまあ聞いたけど。いや、お前の意見じゃねえのかよ。なんだてめえ、俺の意見聞きてえのかよ。はい、俺の意見はおめえのこと俺色に塗っちまうぞ。で結構です。バカる ABCDEABCABCCAB。 親方くんって血液型何型っすか。は、何型だと思ってんだよ逆に。よ、なで型っすか。バッ、お前なんなんだそれ。しょうもねえな、おめえ、ほんとね、おめえ。くだらねえこと言いやがって、てめえ。B 型だよ、B 型。どう見たって、B だろよ。知らねえ。ちゃ、おめえよ、ユーモアセンス磨いた方がいいぞ。むかつくな。ちゃんと言う。やる。どうしようもねえ。合ってんじゃん。なんであれで現場入れてんの、おかしいだろ。あれ TikTok の人じゃん。あ、はい、やってます。はい、あ、すいません、間違えました。バキャロー、バキャローだよ、お前ゴリゴリやってるっつうの、お前よ、お前ルーフィングで丸めて、お前や軒先吊るしちまうぞ。すいません、間違えました。え、すいません。泣いてる、すっごいセミ泣いてる、泣いてるよ。親方くん、足早のこだわり教えてもらっていいですか。こんなチートがお前何真面目なこと聞いてんだってめ、とろけちめえよ。お願いします。まあ、やっぱほとんどの改修工事ってのは足場必要だろ。はい、だからまあ安全かつなおかつ有効的な足場組むことに決まってんだろ。おーって、まあ聞いたけど。いや、お前の意見じゃねえのかよ。俺の意見、ダブルアンチ何枚か担げるかに決まってんだろ。いや、朝浅すぎ。親方くん、女にモテるにはどうしたらいいっすか。ああ、そうだな、まあ俺はとりあえずビスも無時、とりあえずインパクトまずフィンフィンってやってから作業するよね。なるほど、フィンフィンっすね。そう、フィンフィンで、フィンフィンっすね。そうで、フィンフィンっすね。そう、フィンフィンで。わかりました。はい、一から。いいじゃない、もういいよ。おいで、ちょっといいっすか。何。いや、親方くんの大工としてのこだわり聞きたいんすよ。おめえ真面目な
脳がおめえとろけちめえ、こんな灼熱でおめえやってんな。おめえお願いします。まああれだな、木が何年後かにどうなるかどう剃るか、うん、まあ木の顔見て化粧作ることじゃね。おおってまあ聞いたけど。いやお前の意見じゃねえのかよ。まあ俺はやっぱあれじゃない、ねじり始めに鉛筆ぶっ刺して釘加えることじゃね。いや見た目だけだな。大丈夫かな。あ、